七月中旬旬肉碎扔吧。はい、さあお互い分かったようですね。さあシュラブラフォー EU 効果大会最後真のシュラ王になるのはどちらか。さあ始めていきましょう。お願いします。さあステージはスマブラ。さあどちらの方がシュラ度が高いか。夜ですね。時間も7時前となっていきました。さあクエルでピクミンをついたらピクミンを剥がしていくという選択でしたね。さあ下投げからの火力が非常に高い。さあなるべく投げられないように拒否していきたいところですね。デロさんの間合い管理から、さあピクミン投げから解釈してしまう。しっかりそこを見て買っていく。火力が高い。さあ 61% まず 10%。 さあ上妻のメテオ部分だけだって空上空上。さあ闇の技が見えるところだったが崖端。さあ空上で暴れて横呼吸で取れずに下 B で拒否していく。さあラインを戻して立ち回りからジャクジャクから投げれない。さあ優秀。さあピクミンを的確にグラップで落としていく。通らず前ダッシュ投げは通らず取らず空白が通らず投げていく。空上から空上 B 取っておいて。さあかすりやっててもこれワンチャン上に押し出されることあるんで気をつけたいところですね。早期バーストが非常に怖いピクミン。さあパーセンターを動物いったところ、空上から空上。さあ着地狩りの全開。さあ着地狩りの鬼になりたいと言っておりましたヤマニョン。さあ空上からジャクジャク、これは取れず手痛い半角。まだ死なないがさあ苦しい。 90% は 80% 投げ強気に通して空前 NB 置いて。さあ投手の展開暴れていく。さあなんとか復帰して、さあ上スマッシュ隙を逃さないシュートン。先制を決めたのはシュートンピクオリ。横スマッシュなんて語っておそらくボースでしょう。さあこれは浮き投手の展開空上。さあこれは起き上がり攻撃を選択。さあ色が強い色ですね。非常に紫紫赤。さあ横 B から展開していくか。さあ空白これはまだバーストしない。さあみんなウィナーズ側の雪辱を晴らせるかシュート。さあこのまま優勝することができるのかゼロサム。さあ空上で剥がしていきますね。さあそういった対策なんでしょうか。横強で。さあこれは復帰としてはできずに空上でこれ届いた。さすがですね。これがピクオリの投げ。横 B をはっつけていく。さあこれはクリッパーかれずに投げを使ってしまって、さあ1回投げを使うとこの火力ですからね。非常に1回のリスクが高い。さあ全キャラ中一番投げが遅いですからねゾロサム。さあこれは上には通らず。さあピクミンこれ実際身長がちっちゃいのもちょっと面倒くさいですねゼロサム側。さあ横スマ回っていく。素晴らしい2ストックのリード。さあ無敵時間投げていくか。それには釣られませんよと何ばかりに。さあ横身投げて弱弱したきょしたきょしたきょ。なんだこれは。さあ面白いもの見た。さあ投げ取らず。さあどうにかバースト取りたいがこれは空前でしっかり殺しきっていく。さあ1ストックビハインドのヤマニョン。横ビーから。さあでもゼロさんも非常に効果力のポップもあるので、まあ、油断はできないといったところでジャックをガードしてから投げていく。さあ後ろ取れずに横ビーが横綱が暴発してしまって、これは後ろ。さあフリップで先に戻って、さあこれ非常に、さあ投げでしっかり取っていく。これはまさかの。さあ最後までつながらず。 NB から。さあつながらない。上で着地狩りの展開。さあどうしてやって避けるか。横 B で着地狩りしていく。紫ピクミンの横 B 非常にうまいですね。投げてこれは横スマッシュ置いていく。非常に横スマッシュ強い。さあ横スマッシュ置いていく。さあ横スマッシュピクオリの横スマッシュ持続脅威の19フレームですからね。通常上がりしてしまうと変われてしまう。さあこれは空白先端でなんとか。さあ横スマッシュ低い。さあ先制したのはユートンピクオリ。さあ勝っていった。
しかし、ルーザーズ側から上がってきたシュートン選手は、BO3 をヤマニョンに勝っても、もう一回、真の最終決戦ということで、勝たなければなりません。対して、ヤマニョン側は、ヤマニョン、ゼロさんの側は、BO3 一回勝てば勝利ということです。さあ、ステージを選んだのは戦場。非常に戦場、台もありまして、台を使った火力が期待できるというところでしょうか。なんか、しかしピクミンが張り付いているだけでどんどんダメージを食らってしまう。これ地味にこのヒットストップがうざいですね。あ、何も起こってないように見えるが 62% 溜まっている。さあ投げてクーウェイ、この火力投げて、さあ横 B で少し4点回クリップを片付けかれず、クーマへクーマへクリップキック、下様横 B をしっかり巻いてますね。さあこれ投げが通って、これは上 B が、さあベックン、まあ、なんとかなりましたね。さあ他岡音声が入っていると非常に上の方でバーストしやすくなる。さあこれは空後ろで少しに行くが、空後ろ先端を狙っていく横 B から、さあこれは何もできずに横 B からラインを詰めて、何も、両上スマッシュ当たらない。お互い何もできずに 101% バスの 82% 横身投げて上抜から、さあ交錯していく、さあ投げを通したヤマニョン、さあ杭がなんとか死なずに、さあこれ吹き飛ぶ展開、崖奪いはに引っかからない、さあしっかりしてますね。さあ少しをしっかりしたいがなかなか枯れずに、フルスキックでもう先に内側に戻っていく。このフルスキックという技、素晴らしいが、さあ上 B の後しっかりクーウェイで勝ってきた。さあパーセントほぼ5分といったところ、お互い負けたくない思い、意地のぶつかり合いですね。さあ危ない展開だったが、なんとかバーストさせたいという思いが溢れてますね。フリップキックから横スマッシュ暴発したが、なんとか通って、さあ先制したのはヤマニョン、当たればいいんですと、バーストしていく上京、さあ着地が連展開回避をしない、しっかり見てますね。さあ横 B、 紫組の横 B 非常に強い。さあ空前で、もう地味にヒットストップ長いのが、さあ空前の後ろ当てからしっかり繋いでいく横京、半角取れずに、さあ通らない。さあここ非常にバースゲージ大事になってきます。ジャックからフリップを選択、さあ、空前から空前から空前、反動が早い。さあ、着地が連絡、上スマ、これなかなか反動が厳しい。さあ、ピクミンが、あっと事故っていく、ピクミンを剥がしていたら、なぜか死んでいた。さあ、痛い死に方だったが、パーセント 80% 近く有利。さあ、なんとか、しかし、ピクオリ、上 B だ、強引に暴れていく。さあこの熱、中央台上は使われずに、さあクオリを駆逐してやると、そう言っていましたベアマニョン。さあ横スマッシュ、なぜか当たって、さあ1ストック取っていく。さあ美味しいですね、非常に。クエンで剥がして横 B が強い。さあゼロさんも非常にぴょんぴょんしてますね。横スマ暴発、さあ着地が全開、どうするか、このまま着地、クエンでこのヒットストップ。さあ投げて、さあ今度は俺が着地が2番だと、しっかり投げていく。これはクエン B が最終段まで当たらず難を逃れる。さあ着地狩りの鬼、さあこれはグラップ当たらない。さあ青ピクミンが起点になって、これはダッシュから上 B を選択する。上さあ落とさないと厳しい。さあこれは横綱とは変われずに、さあ 72% と 93%、
さあ、維持ストック取られている状態、ちぐみ。さあ、なんとか取り返していきたいところ、このままストックを取りたいところ、ヤマニョン。さあ、これは NB から上火が最初当たらない。さあ、まだわからない。上に落として 76% 122%、 横火を投げながら、さあ、上火出てしまって、さあ、これは横火で着地狩り。さあ、クエヌが通らず NB を巻いて、さあ、じりじりとした立ち回りから横綱を置いていく。さあ、これはクエヌでバースト取り返した。ヤマニョン取り返した。ヤマニョン。さあ、1-1となりました。ヤマニョン選手。ヤマニョン選手。あ、まあ、プレー無理だよ、こんなの。さあ、次をヤマニョン選手が取れば、ヤマニョン選手優勝と。逆に、シュートの選手。次の BO3 最終決戦ということで、本当の最終決戦。もう一度 BO3 があります。さあ、これで、ぜひ決めたいところ。取り返したい。さあ、シュートン、クーマイを食らって、さあ、US マック。さあ、この、ウェビを使った対空ずらし、イコール独特といったところですね。これ、非常に面白い。投げを通すのがうまいですね。後ろまで繋いで、15% バス、47%、キック当たらず。さあ、お互い非常に対策、極まってる感じしますね。お互いたまにオフもしている中で、苦戦もしているといったところでしょうか。さあ、横 B を置いて 25% バス 76%。 さあ、ここからだけは届きますね。反転空後ろ。さあ、色もしっかり見てますからね。これが超上級者。さあ、着地を投げて空前を選択。さあ、しっかりめくりして気にはしないが、さあ、ウービーの上で勝っていく。さあ、紫、赤の配色。さあ、クエノ通して、さあ、なんとかバスケしたいが、これをしっかり反応して崖に取っていく。ユートン、エヌビー置いて投げは通らないが、逆にこれは投げから火力取られてしまう。さあ、171%、133%。さあ、先制、お互いしたい展開。うえ、少し重ねていく、これは横に飛んでしまって、ワンチャンバーストしてしまうかと言ったところだったが、なんとか生きて。さあ、復帰は崖からの卓腕、ジャンパーガル選択、後ろ倒していく。素晴らしい。さあ、勝利への一歩。さあ、シュートン。より落ち着いて取り返していきたいところ。非常にオカオカ音声というものがありまして、センター先制するのはこのゲームだいぶ強いですからね。さあ、逆にここでバースト拒否をしてしっかり火力を稼いでいきたいところ。車を通してスマッシュ、スマッうまいですね。少し足だけを合わせにいく。面白い。さあ、投げて、これはバースト強いですね。さあ、テーパーでしっかりバーストさせることができたシュートン。さあ、投げは、まあ、これ無敵時間なんで、まあ、なんとかやり過ごして、下投げから横スマッシュを選択。つながるんですね、あれ。面白い。さあ、これは投げて、この投げの展開、ジャックから、後ろ先端。さあ、投げ使って横スマッシュフルホールド。しっかり隙を見逃さないと。さあ、半角コードに停滞、ボードを食らわせるのが上級者といったところ、さすが。さあ、復帰措置。さあ、空下を選択。反応が早い。相手がホールドしてるのを見るやいなや。さあ、これは、後ろ投げを選択。横火をつかず。着地狩り。さあ、投げて、クエの先端、クーマイ先端、投げていく。素晴らしい。クーマイが当たったかに見えたか、ピクミンだった。さあ、これ、内側受け身取ってしまえば。さあ、危ない。さあ、これはウエスマッシュ。紫ピクミンのウエスマが光るシュート。さあ、0% まず 55%。植木を通れずに。下投げから9枚フリップで引かして横尾投げから投げ、さあ目まぐるしい展開から横尾で紫を投げてから展開していきますね。非常に強い壁となって
さあ、これを強気に投げていく。さあ、しかし、ウエストに負けてしまう。もったいない。さあ、空前で運んで。さあ、パーフェクトがペーパー時の火力非常に痛いですね、ここより。さあ、クエヌで急降下して降りてくる。クエヌ。さあ、上京でなんとか。今日もスマホ暴発してしまって。逆に、対空が、できずに、クエヌで、車へ繋がらず、フリップキック踏んでしまって、大丈夫。車へ、で、横 B。さあ、なぜかホールドしている。うますぎる。何が見えているんだ、こいつ。さあ、空中センター。さあ、通らない。スマッシュ。これは？さあ、ジャンプで逃れる。さあ、これは？何もせず。さあ、割れるところだったか？しっかり上見で取って、しかし、レクエも完璧。さあ、起き上がり攻撃を選択。これを投げていく。さあ、パーフェクトが引き立ってきた。さあ、ワンチャン取っていきたい、ヤマニョ。ダーク後ろで。踏んで。空後ろ先端。これはバースト。さあ、まだお互い一ストック同士。さあ、ヤマニョン選手。パーフェクト厳しいが、なんとかなるか？さあ、ここからワンチャン取っていきたい。しっかり、手堅く取りたい、シュートン。さあ、落ち着いていこうと、言い聞かせてるようですね。さあ、グエルが通らず、お互い非常に距離がうまい。お、空気を呼ばれていたかと思わん。さあ、ビクミンがなぜかいない。九死に一生スペシャル。さあ、ウエスまで。さあ、完全に今のニートでしたね。さあ、まだ勝利の女神は死んでいないかと思ったが、それに合わせていくのが、ウソンビクワリ。さあ、ルーザーズ側から勝ち上がってきたシュート、グランドファイナルで、まず B43 を1本取り、最後、これから、真の最終決戦ということで、もう一回最初からやね。マジで？